ブリガデーロはブラジルのボンボンショコラである。ブリガデーロは1940年代頃に創作された歌詞であり、歌詞名はエドアルド・ゴメス空軍少将の頭部の形がトリュフチョコレートを連想させたことにあやかって名付けられている。ブリガデーロはブラジルやポルトガルでは非常に人気のある歌詞であり、通常誕生日パーティーで供されるほか、デザートとしても 一般的に食されている。ブリガデーロは甘いコンデンスミルクとココアパウダーを混ぜ込んで作る。混ぜ込んだ後、滑らかでいて、粘りのある食感になるまで、コンロの上に置いた鍋で加熱する。加熱した後少し冷まし、バターを塗った手で球状に丸め、上部からチョコスプレーをまぶして完成させる。これは休日もしくは特別な行事の際に作る方法であり。 ブリガデーロには他に丸めずに、スプーンですくって食べる場合や、ケーキ、ブラウニーなど他の菓子の上にトッピングとして使用する場合もある。ベージーニョはパーティーにおいて、ブリガデーロと共に提供されることの多いブリガデーロに似た菓子であり、チョコレートパウダーの代わりに砕いたココナッツをまぶして作る。ありがとうございます。